はい、今ご紹介に預かりました小林でございます。聞こえていますでしょうか。それでは時間もございますので、早速入っていきたいと思います。画面共有します。はい。それではですね、これタイトルですけれども、はい。今ご説明ありましたので、このような内容で話させていただきます。まず簡単にですけども、国内契約と国際契約の違いでございますけれども、国内契約は日本企業と日本企業間が通常でございまして、言語も日本語であると。大陸法、日本法大陸法で制定法中心でありますから、契約概念も基本原則を定めるようなものですけれども、国際契約いろんなパターンがございますけれども、一般的な日本企業と外国企業間の契約で、通常英語が多いとなってまして、法制度も必ずしもあれなんですけれども、英語の契約であることもあって、英米法を前提として、英米法、判例法なこともございますので、詳細なものを定めるというのが一般的なこととなっております。で、まずこの国際契約においてですね、特に日本国内契約と違って、大事なことを一般的な話をまず先にさせていただきますけれども、それは紛争解決条項でございまして、紛争解決条項にはですね、準拠法条項と、狭い意味の紛争解決条項がございます。準拠法条項の場合ですね、当然国際契約、どの契約準拠法になるのかということで必ず問題になります。で、この契約準拠法の決定は、実はこの紛争解決条項によってきまして、仲裁の場合はその各国の仲裁法に基づいて判断されますし、裁判の場合も各国の国際司法、定職法に基づいて判断される形となります。で、ちなみに、日本で仲裁地がある場合は、この仲裁法が適用されるんですけども、その場合は、仲裁の場合はですね、当事者が合意のみ定めることができるとなっておりますので、当事者合意が優先すると。で、この合意した場合につきましては、通常はですね、定職法、国際司法じゃなくて、その事案に直接適用される、実態法を定めたものと見なされます。で、もし、この言う定めがないときは、仲裁定は、最も密接な関係がある国の法令を適用することになっております。で、安室テル国際商事仲裁模範法というのが、ありまして、2023年現在、90国123法域で採用されているんですけども、それもほぼ同じなんですけれども、当事者が、選択した法なんですけれども、ちょっと違うのは、日本の仲裁と違うのは、選択がないときは、法、定職規定ですね、国際司法に基づいて判断するとありますので、ちょっと違っております。これは、90国123法域なんで、こういった国で仲裁されるかどうかということが一つポイントになってきます。他方、裁判の場合は、各国の国際司法となりますし、多くの場合は、当事者の選択が優先はされるんですけれども、そうでない場合もありますので、後で今日お話しできるかと思いますけれども、そういった規定がある場合もあるので注意していただきたいと思っております。で、じゃあ、準拠法条項の例でございますけれども、これは先ほどもちょっとご紹介になった JCA のそのままモデル、使えるモデル英文契約書シリーズの実施許諾契約書の許諾者用から引用したものですけれども、This agreement shall be governed in all respects, including validity, construction, and performance by and under the laws of Japan となっておりまして、これはですね、訳すと、ここに書いてます。本契約は効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法に準拠するものとなっています。これが一つの例でございます。で、このような契約準拠法というのは、定める条項というのは、あくまで契約準拠法条項、契約準拠法を定める条項でございまして、仲裁決議の準拠法とか、仲裁合意、仲裁条項の準拠法を定めたものではございません。仲裁決議の準拠は通常仲裁地方となりますので、仲裁地がどこになるかということが大事となっています。で、仲裁合意、仲裁条項の準拠はちょっと後に言いますけれども、これと違うということを認識していただければと思います。で、続きまして、狭い意味の紛争解決条項なんですけども、今日は国際契約の話なので、裁判と ADR の話をしますけれども、
まあ、国内契約の場合、通常、日本の国内の裁判所が選ばれることが多いと思いますけども、場合によればですね、まあ、国内契約であっても、専門性、迅速性等からですね、まあ、JCA の仲裁調停を選ぶこともまあ考えられると思います。で、国際契約の場合は、東電裁判以外にも、この ADR ですね、オルタナティブ・ディスピュート・レゾリューションという形で、裁判外紛争解決手続きですけれども、これが選ばれることがあります。で、この ADR には、仲裁アービトレーションと、まあ、狭い意味の ADR で調停ミディエーションがございます。紛争解決条項ですけれども、まず裁判ですけれども、相手が他国の裁判となる場合もあるんですけれども、これはまあ公平性が問題になりますと。まあ、米国なんかでもですね、まあ、裁判官を取るとして陪審制が導入されますので、私、相手方のところですね、まあ、雇用もしてるし、税金も払ってるところでの陪審がいいのかどうかという問題もありますし、特に国によってはですね、裁判官自体が腐敗してて賄賂等を要求するような国もございます。さらにまあ大きな点としましては、アメリカとかイギリスは別として、まあ、ドイツとかフランスなんかでもですね、裁判になれば、裁判所で使われる言葉は英語じゃなくて、ドイツ語になればフランス語になっていくのは原則でありますので、そういった問題も出てきます。で、それじゃあ日本の裁判がいいのかというとですね、まあ、必ずしもそうでない場合がございまして、まずその判決というのは、まあ、裁判権、国家主権の行使ですから、外国は必ずしも承認しません。まあ、例として中国とかインドとかインドネシア、タイ、ベトナム等は承認、日本の判決を承認しません。それからですね、訴状を外国へ送達する必要があるんですけども、これも同様に裁判権の行使と考えられていますから、日本の裁判所は外国において行えないことになりまして、まあ、国際司法共助ですね、外国との間の合意により外国の機関の協力を得る必要がありますので、時間がかかる形となります。まあ、他方ですね、仲裁の方はですね、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約、いわゆるニューヨーク条約というのがございまして、これ2024年2月13日現在で加盟国が170国以上あるんですけれども、こういう形で170以上の国において条約があると。で、この場合ですね、それは承認、執行されるという形でございまして、それから、まあ、先ほども言いましたけども、この訴状の送達とか不要で適当な通告で良いという形になっております。さらにですね、まあ、仲裁合意してもですね、相手方が裁判所に訴えを提起してくるということもあるんですけども、そのような場合についてですよね、裁判所による仲裁付託命令というのが条約上はすることになっておりまして、まあ、日本の場合は却下するんですけども、そういう形になっておりまして、その裁判が進まないように手当もなされております。で、もう一つですね、調停という制度がございまして、これは、まあ、国際仲裁ですね、費用とか時間がかかるということもありまして、最近、まあ、流行っておるわけですけれども、まあ、他方で、まあ、仲裁の方もですね、JCA さんはじめですね、迅速仲裁手続きというのを導入して、時間を短縮して、まあ、その結果、まあ、費用も安くなるというのもございますので、まあ、それも選択肢ですけれども、まあ、費用、時間の観点から調停が選ばれることもございます。しかしながら、この調停というのは最終的に当事者の合意が必要でありますから、で合意できなかった場合の、まあ、紛争解決手続きですね、まあ、仲裁とか裁判も決めておく必要があります。でさらに、まあ、調停した結果、調停不成立だった場合は、さらにその後、仲裁等をしなきゃならないので、まあ、余計に費用及び時間がかかるともいう、まあ、デメリットもあります。まあ、そうは言いながらも、調停というのは一旦当事者が合意するものですから、任意に履行されやすいんですけれども、まあ、中にはその履行に長期間要するものもございまして、まあ、調停においても、まあ、承認、執行が必要じゃないかという話もございまして、調停による国際的な和解行為に関する国際連合条約、シンガポール条約と言いますけれども、これが、まあ、作られました。まあ、ただ現在ですね、2022年2月13日現在では、加盟国は13にとどまっております。日本はですね、加盟しまして、2024年4月1日、今年からですね、シンガポール条約の効力が発生しますし、そのための、
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律、シンガポール条約実施法といいますけれども、施行されることとなっております。じゃあ、今のお話から言いますと、一般的な話としては、日本企業にとって国際契約においては、やはり、JCA さんの常時仲裁規則によって行うのが、一般的にいいのかと思われますので、それの例を、ご紹介しますけれども、先に英語から言います。All disputes, controversies, or difference arising out or in connection with this contract。この契約から、生じるとか、in connection with 関連する。これは in connection with と書くのが大事でございまして、これで対象を広くする形になっていますけれども、紛争とか論争とか、そういう点については、shall be finally settled と。最終的に解決される。by arbitration 仲裁によって解決されると。In accordance with the commercial arbitration rules of the Japan Commercial Arbitration Association という形で、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則によって解決されると。で、これは東京を中心とする例でございますから、The place of the arbitration shall be Tokyo Japan と。仲裁地は、東京、日本の東京となっております。で、これは JCA さんの場合は東京以外でもですね、ここのところをごめんなさい。大阪であったり、名古屋ですとかですね、いうふうに変えることができますし、それで対応してもらえますし、私自身は福岡の例なんかも作ったことがございます。で、ここで注意していただきたいのは、仲裁地でございまして、legal place of arbitration とか seat of arbitration と言いますけども、これは審問地、place of a hearing とか venue とかと呼ばれるのは違うということでございまして、この仲裁地の法律が、仲裁手続きの法律となるので、注意していただきたいということでございます。で、実際に仲裁地と審問地の相違がどう違うのかということですけども、例えば JCA の商事仲裁規則では、仲裁地は、当事者間に別段の合意がない限り、申立人が、仲裁申し立てを提出した JCA の事務所所在地なんですけども、先ほど申し上げました、別段の合意をして、大阪、名古屋、福岡等にすることも可能でございます。で、これは仲裁地ですけれども、仲裁点はですね、当事者が別段の合意がない限り、適当と認めるいかなる場所においても、仲裁手続きを行うことができるようになっております。だから、当事者間でちょっと別段の合意することもありますけれども、それからですね、審問ですけれども、審問につきまして、審問、進めるのかどうかっていうのを決める形となっていますけれども、当事者の要求があれば、審問を行わなきゃならないんですけれども、その審問もですね、最近、特にコロナ禍を経てですね、ビデオ会議とかその他の方法も行うことも可能となっています。で、審問をするとなった場合には、予定日、日時だけじゃなく、場所ですね、これを、当事者仲裁庭が決定して、これを当事者に通知する形になっても、この仲裁、審問の行う場所っていうのが審問地となっていて、仲裁地とは必ずしも違う形になります。で、これは IBA の国際仲裁条項のドラフティングガイドラインですけれども、ここにも書いてますけれども、仲裁条項を定めにおきましては、審問の場所よりも、仲裁地を特定しなきゃならない。で、審問地も、当事者で合意することも可能ではあるんですけれども、このガイドラインではあまり特定することは、他の場所で開催することの柔軟性を奪うからやめた方がいいと書いてますけれども、場合によっては定めた方がいい場合もあるのかなという気もしております。なお、一般的にですね、仲裁地を日本、東京としておけば、もちろん他の要素もありますけれども、審問地も日本、東京でされる可能性は高くなるので、審問仲裁地をわざわざ東京、ジャパン、大阪、ジャパンとした場合に、審問地を書くかどうかというのは、それはそこまでする必要性もないのかなという気もしております。先ほどちょっと仲裁合意、仲裁条項の準拠法の話をしましたけれども、これはちょっと香港の仲裁センターなんですけれども、香港は今ちょっといろいろ政治的な問題もあって、これを第三国仲裁として選ぶべきどうかっていうのはちょっと一つ検討すべき課題だと思ってますけれども、例としてですね、The Law of This Arbitration Clause どこどこ、仲裁条項の法律はどこどこっていうような例がございます。
まあ、これは、いわゆる先ほど言いました契約準拠法とですね、仲裁地方が違う場合に指定した方がいいんじゃないかという形で、まあ、例として挙がっているものでございます。まあ、それは確かにそうした方がいい場合もあるかと思うんですけれども、他方でですね、こういった仲裁合意、仲裁条項の準拠法まで、当事者間の交渉事項として増やすべきなのかどうかという問題とか、まあ、場合によれば、この仲裁合意、仲裁条項の準拠法の合意自体がですね、仲裁地方上有効かどうかという問題もありますので、場合によっては定めない方がいいという場合も出てくるかと思います。以上ですね、国際契約において、まあ、一般的に問題となる紛争解決条項、準拠法条項について説明しましたけども、この後は具体的に、秘密保持契約、ライセンス契約、売買契約、販売店、代理店契約についてお話したいと思いますけれども、まあ、それぞれですね、お話しすれば、それだけで1時間、1時間半かかる話なので、話しする事項はちょっと限定されていますことをご了承いただきたいと思います。まず、秘密保持契約ですけれども、これはまあ、守秘契約とも言われますけれども、当事者間で開示される情報の秘密性の保持に関する契約で、まあ、一方の当事者が他方の当事者に対し秘密情報を開示し、その他方の当事者に対し当該秘密情報を他者に開示しない旨を義務付ける契約と、まあ、一般的に言われております。まあ、コンフィデンシャリアグリーメント CA とかノンディスクロージャーアグリーメント NDA とかシークレシーアグリーメントと言われます。で、このような契約が締結される場合としては、まあ、将来の取引ですね。M&A とか、まあ、合弁会社の設立、技術ライセンスアウトとか、共同研究開発、販売店契約、代理店契約と検討している当事者間において、その取引の可能性を判断するにあたって、相手方に属する秘密情報を検討、評価する場合があるときとか、もう一つはですね、業務委託関係とか、雇用関係とか、他の企業や個人が業務上、または職務上、秘密情報を取り扱う立場にあることから、その秘密性を保持させる必要がある場合と、まあ、大体2つ通りがあると。ただ、この注意していただきたいことはですね、秘密保持契約を結べば、秘密情報の漏洩防止策として十分かといえば、必ずしも十分でないと。本当に重要性の高い情報ならば、開示しないという選択もありますので、注意していただきたいと思います。参考としましてはですね、秘密情報保護ハンドブック、企業価値向上に向けてというのを、経済産業省が出してますので、参考にしていただければと思います。で、これは、今まではどちらかと言いましたら、秘密情報を開示する側の立場でお話ししましたけども、秘密情報を受領する側の留意点としてはですね、この秘密保持義務に拘束されない、どの範囲まで拘束されるのかということを明確にする方がいいと思います。まあ、秘密保持契約を結ばずに情報を受領する場合もですね、まあ、通常はそれで問題ないんですけども、場合によりまして、まあ、秘密保持義務を負っているとして訴えられることもありますから、なんか情報を受領する場合ですね、やはり契約を結んで、どの範囲でしか拘束されないというのを明記した方がいい場合がございます。で、まあ、そういう観点で重要なのが秘密情報の、定義でございまして、まあ、開示者側はですね、広く定義したいという形で、個別に列挙していった上で、包括的な定義を設けるのが、通常でございます。まあ、この場合、口頭とか書面等開示方法とか媒体を問わないとか、まあ、開示者以外のものからの情報を含む等を規定されることはございます。まあ、ただし、注意しなきゃならないのはですね、このように秘密情報の範囲を広くしてもですね、具体的に救済を求める場合には、その情報を特定する必要性が出てくることがあります。先ほど述べましたけれども、受領者の側としては、やっぱりその秘密保持義務を負う範囲を明確にする観点から、その開示方法とか媒体等を制限的に書くと。で、まあ、コンフィデンシャルとかの表示とか、口頭開示情報を一定期間後、文書にまとめるとかを規定することがあります。で、これ私がちょっと、まあ、ご相談に乗った問題となった例なんですけども、ディスクロージングパーティー、まあ、開示当事者がですね、メイという形で、まあ、できるという形になってまして、シャルじゃなくてメイとなってるんですけども、マークパティキュラードキュメンツウィズアレジェンドサッチャーズコンフィデンシャルという形で、まあ、まあ、その
特定の書類に、コンフィデンシャル等を、マークできると。ここは、メイリマインドという形で、ダリシーリングパーティー、情報を受領する当事者に、インライティング書面で、コンフィデンシャリティオブインフォメーションディスクローズオーライト。口頭で開示された情報の、秘密性を、注意させることができるというふうになっています。で、not with sending of going という形で、この上記の条項にもかかわらず、failure of either party to comply with the marking provision of this agreement。本規約のこのマークする条項の不履行は、in disclosing confidential information、秘密情報を開示する際のこういった不履行は、shall not relieve the other party という形で、他の当事者のマーキングを免除しない、開示しないという形で、of the party to maintain same in confidence と。この秘密情報をですね、を秘密に保持する義務を、免除しないという形になっております。ただしかしながらです、ここでですね、If the party receiving such confidential information knows or may reasonably assume that the party disclosing same considers it to be confidential という形で、この、秘密情報を開示する当事者が、その情報が秘密であると考えていることを、受領する当事者が知ってるときとか、合理的に考えられる場合は、そのような義務を開示しない形になっています。日本語を訳したらこんな形になると思いますけれども、これは、当然、その当事者間の交渉の結果、妥協の結果、できた条項であると理解しているんですけれども、ここでの問題点は、秘密等が記載されない情報について、情報受領者が保持義務を負うのかどうかが、非常に、ケースバイケース、不明確になってくると。で、他方、情報開示者の方もですね、情報受領者に秘密保持義務の責任追及できるのかっていうのが、情報受領者が知ってたか、そういうふうに合理的に想定できるのかっていうことを、実証していく形なので、それも不明確になっているという形になるので、逆に、何かあった時には、紛争を引き起こしかねないので、ちょっと適切でないのじゃないかという気がしましたので、ここでご紹介させていただきました。続きましてですね、秘密保持契約で問題となるのが目的外使用禁止でございまして、秘密保持義務っていうのは、開示禁止と目的外使用の禁止があると言われてますけれども、契約によりましてですね、秘密保持義務と開示禁止は規定されてるんですけども、目的外禁止が規定されてない場合があります。この場合はですね、情報事業者としては、情報会社に対して目的外使用禁止の義務を負うのだろうか、どうか、よくわからない。情報開示者としても、情報事業者に対して目的外禁止の責任を追及できるのかどうかっていうのが、不明確であるので、目的外使用禁止は、開示者の側からは規定すべきですし、受領者としてもそれがないからといって安心できないので、そこら辺の目的外使用ができ、まあ、使用、目的、何が使用できるかというのは、変えといた方が安全です。で、そういったこの利用できる目的については、どんな目的にこの秘密情報が利用できるか明確にする必要があります。よく契約として、そもそも本契約締結の目的っていう形で目的情報がある場合に、それが目的として引用されていることがございますので、それだったら何のためにこの情報が利用できるのかよくわからない形になってきますので、注意していただきたいと思います。次はですね、拘束条項の話ですけども、この問題は、秘密保持契約というよりは、どちらかというとメモランダム・アンダースタンディングとか、レター・オブ・インテントとか、タームシートとか、ヘッズ・オブ・アグリーメントとかですね。契約、ディフィニティブ・アグリーメント、最終契約締結前の、事前合意の場合の方が問題になることが多いんですけども、このような、事前合意したからといって、取引関係を成立したことを前提として請求される恐れがある場合がありますので、そういうのがないということを、規定する必要がある場合は規定すべきだということでございました。なおですね、このような契約事前合意についてですね、そういった義務がないことを定める場合に、契約準拠法
準拠法条項とか、紛争解決条項を規定すると、なんか拘束力が一見強まったように見えるかもしれないので、反対であるという人もいらっしゃるんですけれども、まあ私はですね、特に国際的な案件ではですね、やっぱし、相手方たちで裁判を起こしてくることがあるので、そういう意味では、やはりこのような契約においても、準拠法条項、紛争解決条項は規定する方がいいんじゃないかと思っております。またちょっと話は違いますけれども、よくあるパターンとしては、共同研究開発とかの場合で、秘密保持契約だけ締結して、共同研究開発を進めている事例がございまして、その場合に共同研究開発の、で問題点の共同の、まあ、その開発の成果とか、帰属とか開発の成果の利用の話が決まらないまま、なんか進んでるっていう場合もあったりしますので、それもまあ注意していただきたいと思っております。で、不拘束の例としましては、ここにありますように、No rights or obligations other than those expressly recited here. まあ、本契約で明示的に規定されている以外の、まあ、権利や義務は、are to be implied from this agreement として、本契約からは、まあ、含意されないという形のものが、まあ、JCA の案として上がっております。まあ、その他ですね、将来の取引の意向とかについて、手続き内容条件とか指定される場合もありまして、その例が、この JCA の秘密保持契約書共同開発権20ページとかにも書かれてますので、参照にしていただければと思います。あと、秘密保持契約ですね。期間が結構大事でございまして、それは2つございまして、秘密情報の開示に関する期間と、秘密保持の存続期間というのがございます。で、契約期間、のみを記載すると、まあ、本当秘密保持の開示に関する期間だけなんですけども、同様に秘密保持の存続期間も同様にその期間とされる恐れがなってしまって、まあ、秘密保持される期間が短くなってしまう可能性がございます。で、従いまして、明確に秘密保持自体の存続期間を明記するとか、これ契約期間を変えた後で、契約期間満了後も秘密保持義務が有効である旨規定することが大事です。なおですね、契約期間満了後、秘密保持の存続期間を特に書かない場合は、まあ、通常その秘密情報が公知等になるまでは有効であるというふうに解釈されると思います。で、紛争解決条項ですね。先ほど冒頭に言いましたけれども、秘密保持契約に限って言いますと、まず秘密保持の契約の実効性からどのような条項が良いという問題もあるんですけれども、先ほども言いましたけれども、将来の取引を検討している当事者間における、おいて、まあ、その取引の可能性を判断するにあたって、相手方に属する秘密情報を検討、評価するために、秘密保持契約締結される場合は、この段階で、まあ、紛争解決条項を決めちゃうと、この将来の取引における準拠法条項とか、紛争解決条項も同じように決定されてしまう。こっちになりますので、実はこの段階での駆け引きっていうのが大事となってきますので、この段階でまあ自分たちに有利な条項を定めておくことが、後の将来の取引における契約における情報、有利な情報を規定できることとなっていくので注意してください。秘密保持契約に観点からお話しますと、準拠法条項ですけれども、まずはその一般的にトリプス協定ですね。では、第7節で開示されている情報保護が規定されていますので、まあ、トリプス協定加盟国では、トレードシークレット保護されるはずなんですけれども、だから、まあ、そういう国の法律を選ぶということが大事なんですけれども、まあ、このトレードシークレットは各国に若干違いますので、その点は注意していただきたいと思います。それからですね、秘密保持のためにですね、差し止め命令の請求を認める旨、定める条項が、規定されることが多いんですけども、その場合にですね、日本法を準拠法としていれば、基本的にそのような合意に基づく差し止めが認められるんですけども、AB 法の場合ですね、救済手段は、まあ、原則、コモンロー上は損害賠償が原則でございまして、まあ、エクイティ、公平法上のこの差し止めっていうのは、損害賠償である、不適切である場合のみにしか認められないので、まあ、差し止めを認めたいのであれば、まあ、英米法よりは日本法の方が
いいのではないかと思います。まあ、それから、英米法上ですね、違約罰ですね、ペナルティは一般的に無効と考えています。で、他方、損害賠償額の予定であれば認められる形になっております。まあ、これはですね、要は、高い違約罰を定めて、秘密を守らせようという場合には、英米法上無効となるリスクがありますので、まあ、そういった条項を規定する場合、英米法にしない方がいい形になりますし、まあ、しかしながら、相手方国が英米法の国であれば、まあ、そういった違約罰を執行できるかという問題がありますから、まあ、規定するには注意が必要でありますけれども、準拠法の定めとしては、英米法じゃない方がいいのかなという気もします。で、紛争解決条項の方なんですけども、先ほどの大会にですね、秘密を守るっていう前提からしますと、裁判っていうのは一般的に原則公開なことが多いです。まあ、新しい国によっては保護命令とかあって、まあ、秘密情報が保護される場合もありますけれども、まあ、原則公開です。他方、仲裁はですね、原則非公開審理です。だから、まあ、仲裁の方が、まあ、安全かなという、秘密情報を守る点からは安全かなという気がします。まあ、もっともですね、この秘密情報の守秘義務自体は各国によって異なるので、どこの国を仲裁とするかというのは一つ重要となってきます。また、その当事者の合意というのも重要なんですけれども、JCA の生じ仲裁規則の場合ですね、まあ、当然、仲裁手続きは非公開ということが規定しているだけじゃなくてですね、当事者とかその代理人とかにもですね、この守秘義務が規定されていますので、まあ、こういった JCA の規則上の守秘義務は、相手方に負わせられることができます。それから、秘密保持義務を違反したかどうかを立証するには、なかなか難しい点があるんですけども、日本の裁判なんかですと、文書提出命令は限定的なので、なかなか立証が難しいことも考えられます。まあ、他方、仲裁の場合ですね、IBA の国際仲裁証拠調べ規則というのがございますので、そこで文書提出要求の規定がございます。まあ、この規則に準拠するのか、あるいはまあ、仲裁手が参考にする程度にとどまるのか別としましても、一般的に仲裁の方が、文書提出の範囲が広くなるので、まあ、相手方の、秘密保持義務違反を立証しやすくなると思います。それからですね、この保全ですね、最終的にまあ、仲裁判断であり、判決が出る前にですね、暫定的にその、まあ、秘密保持を守らせるというための保全の話ですけども、先ほど言いましたアムステルダム国際生じ仲裁模範法に2006年版というのがございまして、まあ、ここではですね、暫定保全措置とか予期保全命令というのがありまして、仲裁定による暫定保全措置とかですね、その他暫定保全措置の承認執行とか、また裁判所の命令に暫定保全措置と期待された条項がございまして、これは12カ国、45国、45の法域が準拠しております。で、日本の仲裁法もですね、仲裁定による暫定措置とか保全措置っていうのが、あるいは裁判所の保全処分というのも規定されたんですけども、今回はこの暫定保全措置命令の執行を含むアンシュトラル国際生じ仲裁模範法の2006年版に準拠した改正法が4月1日から施行されることになる。時間があれば、後でもう少し話したいと思います。まあ、こういった仲裁における保全ができるとか、まあ、仲裁があっても裁判所で保全措置ができるとかいうのが定めてある国かどうかというのも、まあ、仲裁地等を選ぶときには重要なポイントとなってきます。続きまして、ライセンス契約の話に行きたいと思います。ライセンス契約の種類としましては、まあ、特許ライセンスですか、ノウハウ、ソフトウェア、商標等、その対象ごとで何をライセンスするのかという話とか、技術導入なのか、技術供与なのか、まあ、ライセンスイン、ライセンスを受ける側なのか、ライセンスアウト、ライセンスする側なのかですね。とか、あるいは、どちらからもライセンス、クロスライセンスなのかとかですね。まあ、そういうのが、類型にも分かれます。で、それから、まあ、大事な点としましては、エクスクルーシブなライセンスなのか、それともノンエクスクルーシブなライセンスなのか、さらに、まあ、ソウルライセンスなのかですね。これは、これだけではちょっとなかなか何を言ってるかは、不明なので、実際の契約書の中で明記するべきですけれども、一般的なエクスクルーシブライセンスっていうのは、ハイテク的なライセンスという形で、ライセンサーの方も、そのライセンスする、
技術等を使用できないのに対して、まあ、ソウルライセンスというのは、まあ、ライセンスが1個だけっていう形で、ライセンシー以外にも、ライセンサーが、その技術等を利用できるという形で違いがあると言われていますけれども、まあ、これは中身だけじゃなくて、実際にどう規定するかが重要でございます。日本法で言えば、まあ、専用実施権を与えるのか、通常実施権を与えるのか、あるいは独占的な通常実施権を与えるのかという違いが出てきます。その他、ライセンスの使用の方法として、製造ライセンスなのか、使用ライセンスなのか、販売ライセンスなのかというふうにも分けられます。まあ、それぞれどのようなものであるのかって明記することが必要になります。で、ライセンス契約、いろんな条項があるんですけど、特に今日はこのロイヤリティ及び支払いについて、お話したいと思っております。ロイヤリティの場合は、イニシャルロイヤリティとですね、最初に頭金のように払うものと、ランニングロイヤリティの条項ですね、が割と多いとか思いますけれども、ランニングロイヤリティにつきましては、そのランニングロイヤリティは価格ベースでするのか、数量ベースでするのかとかですね、それからまあ、低減方式。まあ、売上等が増えていったら、パーセント減らすと。これよくありますけれども、場合によっては、低増式ですね。逆に増やしていくっていうような場合も考えています。その他、ライセンスの契約として、開発型ですね。医薬品なんかの開発の形で、契約なんかは、マイルストーンごとのロイヤリティを定めるものもございます。で、割と重要なのが、後でも話すこととも関連しますけど、特許消滅後のライセンスはどうするのかという問題も出てきます。で、今日ちょっとお話したいのは、この税金と源泉徴収の問題なんですけども、まあ、普通、この国際動産売買契約、後で話しますけども、こういった場合はですね、買い主の方で代金から税金を控除し、売り主に控除後の金額を支払いということは通常はないと理解しています。まあ、しかしながら国際ライセンス契約の場合はですね、ライセンシーがライセンサーに支払うロイヤリティですね、ライセンサーのライセンシー所在地国での源泉所得となびってですね、ライセンシーがライセンサーに支払うロイヤリティから、その税金を徴収して、残額をライセンサーに支払うというのが、まあ、一般的でございます。で、これは、日本の場合ですと、まあ、日本のライセンシーがですね、海外のライセンサーに支払う場合は、原則20%控除することとなっています。まあ、ただしですね、租税条約において、異なる定めがある場合は、租税条約の定めのところにありますから、アメリカとかですね、これは免税されるようなこともあります。他方ですね、日本のライセンサーがですね、ライセンス所在国でロイヤリティから源泉徴収された場合ですね、この支払われた分については、外国法人税につきましては、一定の限度で、日本で払う法人税の額から控除されることが可能となっています。まあ、そういうこともございまして、通常はですね、ライセンシーが源泉徴収した後の額を支払って、源泉徴収の証拠を、まあ、ライセンサーに送付する旨の規定を置くことが多いんですけれども、グロスアップという形で、まあ、ライセンシーが源泉徴収した後の支払い額をいくら払うという形を契約書で規定する例もございます。で、この辺が明確、これはですね、その通常のパターンの例ですけども、まあ、any tax whatever is imposed or levied by the government on the loyalty to be paid under this agreed article という形で、まあ、本条項で叱られる、まあ、ロイヤリティに対して、まあ、相手ご、まあ、ライセンシーの政府が課す、税金ですね。これは、shall be borne by licensor、ライセンサーが負担されるものです。And licensee shall withhold and pay such tax on behalf of licensor という形で、ライセンシーは、まあ、ライセンサーに対して、まあ、この税金を、まあ、源泉徴収して払いますと。で、the provided, however, that, からしながらという形で、licensee shall provide licensor with formal certificate showing such tax payment. で、まあ、この、税金の支払いを称する証明書、正式な証明書をライセンサーに、提供すると。So as to enable licensor to enjoy the benefit of avoidance of double tax, taxation passed on to the tax treaty between
どこどこ、ジャパン、ライセンシーの国と日本との、租税条約に従って、二重課税を享るための、利益を享受できるように、こういった証明書を送るという規定になっています。もうちょっと、日本語でちゃんと書けば、こういう形になっていきます。しかしながらですね、実際、これ私が、仲裁で関与した事例でもあるんですけども、ライセンス契約においてですね、単にライセンシーがライセンサーに1点ロイヤリティを支払うとしか規定されてなかった契約においてですね、ライセンシーから控除されずに所定のロイヤリティが支払われてですね、後で紛争になって、ライセンシーからですね、ライセンサーに対して不当利得返還請求された事例がございました。これなかなか難しいんですけども、現状、日本法ではですね、ライセンサーとしては、ライセンシーか所定ロイヤリティが全額支払われているので、グロスアップのつもりであったかもしれないですけども、日本法を前提としますと、不当利得返還請求で認められると。これは最近の事例なんですけども、日本国内の不動産売買についての源泉徴収については、そのような事例がございます。で、これでですね、結局、負担しなきゃならなかったもんだからという形で、その後、で、ライセンシーに対して不当利得を返還してもですね、その段階からでは、この外国税額控除、先ほど述べた外国税額控除が認められる可能性が高くなってきます。これはライセンサーの方の不利益ですけども、ライセンシーとしてもですね、自らロイヤリティを控除に支払ってしまったので、グロスアップに合意していたと見られる可能性もありますし、日本、この先ほどのこの、東京地裁の判決なんかですと、加算税とかですね、普通の源泉税以外のものについては、ライセンシー側の同時返還請求認められなかったので、そういったリスクもございます。したがってですね、この点、源泉徴収の規定をちゃんと明確にしておくことが、ライセンス契約等においては重要だと思います。なおですね、ロイヤリティにつきまして、ロイヤリティの不返還が規定されていることがございます。これは特許無効であったりとか、ノウハウを構築したりとかですね、あるいは第三者から知財侵害して、ライセンスを実施できなかったような場合なんかについてもですね、すでに払ったロイヤリティを返還しないという条項でございますけれども、残る形で、All payments made here under shall not be refundable for any reason or event whatsoever という形で、本規約に基づいてされた支払いは、理由、事由を問わず、返金されないとなっております。これにつきましてはですね、こういう規定があれば、先ほどの、源泉徴収の場合も返さなくていいんだと言える、可能性もあるんですけども、ちょっと述べましたように、こういった規定は特許無効とかの場合を想定した規定なので、これだけでいいかという問題はございますので、やはり源泉徴収の規定は書いておく方が良いということと、もう一つはですね、それとは別に、この特許無効とかの場合のためにこういった規定を規定しておくことも重要でございます。あと、それとですね、ライセンス契約の場合、独禁法上ですね、競争法上問題となる条項がある結構ございます。独禁法とかは基本的に効果主義なので、その行為値だけじゃなくて、その市場に影響があるかどうかという形で判断されます。ちなみに、この日本のガイドラインによるとですね、例えば、不送義務なんていうのは、ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス技術にかかる、権利の有効性について争わない義務を課す条項なんですけれども、これにつきましては、この無効にされる権利が存続し、当該権利にかかる技術が、の利用が制限されることから、公正競争阻害性を有するものとして不公正な取引方法に該当する場合もあると言われています。しかしながらですね、ライセンシーが権利の有効性を争った場合に、当該権利対象となって技術についてライセンス契約を解除するものに定めることは原則として不公正な取引法に該当しないとされています。またですね、権利消滅後の制限という形で、ライセンサーがですね、ライセンシーに対して技術にかかる、権利が消滅した後においても、
当該技術を利用することを制限する行為とか、ライセンス料の支払い義務を課す行為は、まあ、一般に技術の利用な制限を阻害するものであり、公正競争を阻害する、有する場合には、不公正な取引方法に該当すると言われております。まあ、このようなことからですね、まあ、ライセンス契約の規定にかかわらずですね、ライセンシーが、ライセンスされた特許の無効ノウハウの放置等を主張してですね、ロイヤリティの支払いを拒むとかですね、あるいはその減額を求めるということがあり得ます。まあ、ここら辺がありますので、まあ、先ほども言いましたけども、もう特許が、無効にあった場合とか、ノウハウが無効になった場合、ライセンスをどうするのかまで定めておく方が、まあ、リスクとしては、少ないかもしれません。それからですね、独占権の定めとか、その地域割の問題とか、ミニマムロイヤリティにつきましてもありますけれども、これは後ほど、販売店契約、代理店契約で触れたいと思います。で、ライセンス契約の準拠法なんですけれども、通常はライセンサーの方が立場が強いので、ライセンサー所在地国となるんですけれども、ライセンシー所在地国とする国もあるので注意してください。例えばとして、フィリピンなんかが挙げられる。それからですね、このようなフィリピンの例じゃなくても、ライセンシー諸外国の強行規定ですね、ライセンサー諸外国の方が準拠法となっても、ライセンシー諸外国の国の強行規定が適用される場合がありますので、注意していただきたいと思います。それから、準拠の定めにつきましては、ライセンサーによる原料及び部品の供給を定める場合があるんですけども、そのような場合の原料供給については、後に言います CSG 適用の可能性がございますから、その適用を排除するかどうかも検討する必要がございますけれども、これは売買契約の方で述べたいと思います。それから、紛争解決条項につきましては、そのライセンス契約におきまして、秘密保持の重要な場合とございますけれども、これは先ほど秘密保持契約のところで述べさせていただきました。で、もう一つですね、ライセンス契約。まあ、仲裁が一般的にはいいと思うんですけども、仲裁で解決できない事項もあるので注意していただきたいと思います。例えばですね、日本の仲裁法ではですね、仲裁合意の効力は、基本的に当事者が和解することができる民事上の紛争となっていますけれども、例えば特許の有効性というのは、当事者で、和解することができるのかって話なんですけども、一般的にはなかなか、難しいですね。まあ、ただしかしながら、日本の場合は、日本の特許法の場合は、特許権等の侵害訴訟においてですね、特許が特許無効審判により、また特許期間の存続期間の延長登録や延長登録無効審判より、無効にされるべきものと認められるときは、特許権者は相手方に対してその権利を行使することができないとなってまして、特許無効審判で無効と伝えなくてもですね、無効にされるべきものと認められるときは、行使できないという形で、当事者間においては無効と認められるような場合には行使できないというふうに規定されていることもありまして、仲裁においてもそのような判断ですね、することは可能なんだろうと理解しております。他方、独禁法が問題になることもありますけれども、独禁法上の請求権はどうかという話で、例えば差し止め請求権なんていうのは、不公正な取引方法についてはですね、これについては、差し止め、請求できるという規定があるんですけれども、これは、おそらく当事者で和解することができる契約な、請求だから、私は仲裁できると思っております。ただ、一応差し止め請求にかかる管轄の訴えというのがありまして、そういうのがあったこともあって、ある東京地裁の判決はですね、仲裁地を韓国のソウル市としているにもかかわらずですね、この側近法24条の差し止め請求権を非保全権利する申し立てについてですね、いわゆる本案の請求権が東京地裁にあるからという形で、保全についてもですね、独禁法84条の第1項に基づき、この本案についても東京地方裁判に管轄を認めた結果、この保全請求についても東京地裁の管轄を認めて、例がございます。しかしながら、これは最終的には、非保全権利が核の署名核として、申し立て却下になっておりますし、
まあ、これは本案の訴訟じゃなくて、あくまで保全訴訟であることもあるので、まあ、この判決があるからといってもですね、まあ、本案のこの差し止め請求については、仲裁合意すれば、やはりそちらで判断されるべきじゃないかと私は理解しています。まあ、別の、東京地裁の判決なんですけども、これは、先ほど言いましたけども、特許権消滅後に、まあ、技術の利用を課す行為についての、まあ、事例なんですけども、まあ、こういったものについては、独禁法違反の行為については、公序良俗に反して、無効となる、まあ、余地があるからですね、これは仲裁判断の主文に影響を及ぼすき重要な事項にあるから、これは、仲裁合意の範囲であるから、まあ、それを判断しなかったことは、まあ、仲裁判断が、まあ、日本の手続き的公序に反するという判断した事例でございまして、ここではやっぱりそういった、こういった請求については、仲裁合意の判断に仲裁で判断すべきだということを、判断した事例でございます。それから、例えば、独禁法ではですね、無過失損害賠償責任という規定がありまして、まあ、これにつきましてはですね、排除措置命令が出た後じゃないとできないとなっております。で、まあ、この管轄も東京地裁専属となっておるんですけれども、まあ、しかしながら、この25条の無過失賠償責任は、まあ、確かに、仲裁ではできないかもしれないんですけども、この無過失賠償責任につきましてはですね、別にこれがあるから普通の請求ができないわけじゃなくて、まあ、民法上の不法行為に該当する限りは、この審決が出てなくてもできるという話になってますから、まあ、こういった形では、一般の不法行為に基づく損害賠償請求の形では仲裁合意の対象となり、仲裁経過判断することができると理解しております。その他、仲裁の話だけども、じゃあ裁判だったらいいのかって言ったら必ずしもそうでなくてですね、例えば日本の裁判の場合ですね、日本の例えば特許権移転登録手続き請求とかですね、これは日本の裁判所の専属管轄のことが規定されておりますけども、他方でですね、日本の裁判所にですね、外国の特許移転登録手続き請求等を訴えた場合には、日本の裁判所に却下することとなっております。まあ、しかしながら、日本の仲裁法上はですね、こういった外国の特許移転登録手続き請求も当事者間で和解できるものだから、仲裁については判断できるんだろうと私は理解しています。まあ、ちょっと見ましたけども、民事訴訟法の3条の5に管轄権の選択がございまして、2項で、まあ、これで登記に関する訴えの管轄は、登記すべき地が日本国内にあるときは日本の裁判所に専属するとなっています。で、ちなみに、1個は、これ、会社法第7編第2章に規定する訴えで、まあ、これは、第三者項、体制項があるものなんで、まあ、これはちょっと、仲裁でなかなか判断しにくいものだと思っています。で、3番ですね。これは知的財産権のうち、まあ、設定の登録に発生するものの損費、特許権の損費とか、効力に関する訴えは、その登録が日本に定められたときは、日本の裁判所に専属という形で、まあ、これも、体制的に、その無効、を判断するものはなかなか裁判でしかできないのはそうだと思います。で、まあ、こういった形で、例えば中間確認みたいなんかでは、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により、確認請求の管轄権を有しないという形になってまして、これは一般的にこの管轄権の専属の規定を逆から読んでですね、外国にある場合は外国の裁判所に専属すると。読み直す形で判断すると解釈されておりまして、そんな場合は中間確認もできないし、反訴なんかについてもできないという規定が民訴法上規定されている。もう一つですね、紛争解決条項では、多段階紛争解決条項が規定される場合がございます。これはまあジョイントベンチャーアグリーメントなんか多いんですけども、まあ、ライセンス契約の開発型の場合なんかは、運営委員会、ステアリングコミュニティから社長交渉なんかの例もございます。それから、調停も考えられます。まあ、これは、ライセンサー側としては必要かどうか検討する必要がございますけれども、これにつきましては、時間があれば、仲裁法等改正でも、述べたいと思います。で、まあ、場合によっては、フィリピンの、こう、地裁法のようにですね、中紛争解決を限定されている例もございます。
続きまして、売買契約に入っていきたいと思います。売買契約ですね。対象、動産、不動産、その他ありますけども、まあ、通常動産が多いので、今日は動産の話したいと思います。で、まあ、個別契約と基本契約の2つございますけれども、個別の動産売買契約の場合ですね、買い主が買い注文書、パーチェスオーダー、PO を、売り主が売り注文書、セールスオーダー、SO を出し合って、その利面約款等の異なる場合、そもそも契約が成立したのか否かとか、契約成立したと判断されるのか、場合、どのような内容の契約が成立したのかが紛争となりますので、まあ、こういった場合ですね、ちゃんと内容をですね、契約履行する前に契約の内容を確定すべきでございます。これがなかなか現実的に難しい場合は、ラストショットルールが適用される国がありますので、契約内容を変えて、それの最後に提出すると。そうすると、こちらの方が適用される形になる場合がございますので、その方が実務的には良いと理解しています。で、これは、基本、それからですね、基本契約の方ですけども、基本契約に定める事項と、個別契約に定める事項とかですね、齟齬がある場合がございますので、その場合は、やっぱ基本契約には、基本契約の個別契約の成立方法と基本契約と個別契約の優先関係を決定すべきでございます。もし、どうですね、この6条の例なんかに見ますと、If there is any difference between the conditions in the individual agreement and this agreement という形で、まあ、個別契約とこの基本契約との間で、条件について違いがある場合は、Those in this agreement shall prevail という形で、基本契約に規定する条件の方が優先すると書かれています。まあ、こういう規定を定めておけば、一応、まあ、基本契約の方が優先するんだと理解されます。もし、こういう規定がなければ、通常は、そうですね、個別契約の方が後で合意している形になりますので、個別契約の規定が優先される形になると思いますので、注意していただきます。これは日本語訳の方でございます。それから、まあ、売買契約の場合、やはり問題になるのが保証でございまして、大体、まあ、買い主が代金を支払わなくなって、代金請求されると、突然製品の品質問題することが結構ございます。したがって、売り主側としては、保証の範囲を明確にして、それ以外の保証を負わないようにする方がいいです。で、これ、保証の例ですけども、セラー・ワランツ・ザ・プロダクツ・コンフォーム・トゥ・ザ・スペシフィケーションということで、まあ、仕様に、まあ、合致することを保証すると。しかしながら、Seller does not make any warranty in respect of the products other than the above という形で、上記以外の、まあ、保証、製品に関する保証はしないと。Whether expressed or implied、明示的であれ、目次的であれ、including but not limited という形で、以下のものを含むけれども、それに限定されないという形で、any implied warranty of merchantability、商品性に関する、まあ、目次の保証とか、フィットネス for any specific purpose、特定目的適合性に関する、まあ、そういった、目次の保証は含めて一切保証しない規定となっています。まあ、これ日本語訳です。まあ、ここにも書きましたけども、JCA さんの基本契約書ではちょっとこれ、太字となってないんですけど、一応私、ここで太字させていただきました。まあ、その、まあ、ちょっと理由を説明しますと、まあ、米国の統一商事法ってですね、このユニフォームコマーシャルコードが適用される場合ですね、この UCC ではですね、契約の基礎となった売り主への断言とかですね、約束、商品に関する説明が、とかサンプルがですね、明示の保証となりますし、特に売り主が商品の場合、この商品性があることを目次に保証しているとされます。さらに、その買い主が特定目的のため、当該物品を要求していることを売り主が知っている理由があって、まあ、買い主が売り主の責任の判断に頼っているときは、この物品が特定目的に適合していることの目次の保証があるとされております。で、こういった保証をですね、否定するためにですね、例えば商品性に関する保証を否定するためには、商品性という言葉を使わなきゃならずと。まあ、先ほど書かれたと思いますけれども、さらに書面の場合、目立つように記載しなきゃならないとやってますので、それで一応、先ほどちょっと太字にさせていただいています。
それから目的適合性に関する保証を否定するためには、書面で否定されなしなければならず、かつ満たすように記載しなければならない。それから、まあ、ここに記載している以外は何の保証もしないとおけば、一応目的適合性に関する全ての目的の保証を否定することができるとなってますので、まあ、先ほど見ていただいた文言というのはこれに沿っている形のものになっていると思います。で、売買契約の場合、先ほどちょっとお話しましたけども、準拠本につきましては、この国際物品売買契約に関する国際連合条約、略称国際物品売買条約、契約条約とか、ウィーン売買条約とか言いますし、英語では United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods なんで、まあ、頭文字とって CISG とか言われています。これは、日本にも加盟しているわけですけども、これは異なる国で営業所有する当事者間の物品売買契約で、まあ、これらの国がいずれも締約国である日本も含めますけど、あるいは国際司法の準則によって締約国、日本の方が適用される場合に適用されていますから、単に日本法を契約準拠法に選択すると、この CISG が適用され得ます。で、この CISG は適用排除可能となっています。で、まあ、私個人は排除した方がいいかなと思ってまして、それは売買契約の成立とか、売買契約から生じるですね、売り主と買い主の権利義務の規律とかですね、契約の条項、契約や条項の有効性や所有権、物品によって生じた人身損害に関する売り主の責任については CISG 規律しないと規定してますから、別途その準拠法が必要となってきます。さらにですね、この CISG の解釈にあたっての国際的な性質並びにその適用における統一及び国際取引の新規の遵循を促進する必要性を考慮するとかですね。もし規律する事項に関して明示的に解決されていない問題について契約の基礎をなす一般原則に従った解釈すると書かれているんですけれども、まあ、裁判例の場合、法定値が様々なので統一される保障はございません。まあ、こういった事柄を考慮するならば、まあ、CISG を選択する場合は裁判の仲裁の方がいいのかなと思っております。それから、まあ、国連公用語の6カ国語版が全て正本であるニュアンスの違いがあるとも言われております。まあ、そういう形でですね、準拠法の場合ですね、The validity, construction, performance and enforceability of this agreement and each individual agreement shall be governed、まあね、本契約とか、個別契約の、まあ、有効性とか、解釈とか、履行とか、まあ、執行性ですね、については、で、ガバンダントコンスルタアンダローゾルジャは日本法で準拠されるだけじゃなくて、excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods という形で、国際物品売買に関する国連条約を除くというのを明記する方がいいんじゃないかと思っております。それから個別契約の場合ですね、PO と SO で異なる内容では効力が表されています。まあ、仲裁法なんかの仲裁合意の効力は、当事者の全部が署名した文書とか、当事者が交換した書簡または電報、その他の書面によってしなきゃならないとなってますので、一方が送りつけただけの書面が、それぞれ送りつけただけの書面が、当事者が合意したかどうかっていうのが争われます。まあ、したがって、その点は、まあ、ちょっと注意していただきたいと思っております。続きまして、販売店代理店契約の方に入っていきたいと思います。販売店代理店というんですけど、販売店は、まあ、ディストリビューターという形で、商品を自己の名前で購入し販売すると。代理店というのは、セールスエージェントとか、セールスレプレゼンテティブという形です。まあ、日本語では、しかしながら、この代理店をディストリビューターの意味で使用されることが多いです。だから代理店契約と書いてでも実際はその販売店契約の場合がありますので注意してください。で、いわゆる代理店、本当のまあ代理店契約の場合ですね、自ら売買契約の主体とはならず、売買契約の代理とか媒介を行うものでございまして、契約代理店と媒介代理店がございます。で、代理店は本当の意味の代理店はあまり使われてない、あまり使われてないんですけども、これはメーカーを拘束する契約を勝手に締結される恐れがあるということ。が、代理店があればメーカーの恒久適切、パーマネントエスタブリッシュメント、PE とみなされて、そこで直接課税されるリスクがあるとか、
それから代理店方法、まだこれちょっと後で見ますけれども、代理店方法が代理店のみに適用されてですね、販売店に適用されない場合もあるから、ちょっと代理店はやめて販売店にしとこうかということがございます。まあ、代理店契約につきましては、その独占、エクスクルーシブか非独占、ノンエクスクルーシブ等っていうのが、まあ、通常定められますけれども、まあ、この通常、代理店方向には独占権を与えなければ場合もあるんですけれども、まあ、独占権を与えると、その営業活動に不満な時でも他の販売店、代理店を指名できないので注意する必要がございます。他方ですね、独占権が与えられないと、販売店、代理店の市場開拓が他の販売店、代理店の利益になる可能性もあって、熱心な販売促進活動を行わない恐れもあります。まあ、それを前提として、地域外販売禁止なんかが定められることが多いんですけれども、これはまあ、メーカー側として、地域ごとの販売戦略があるからなんですけれども、まあ、これは、まあ、各国の独禁法等に反する恐れはございます。それから、他方でですね、他の地域に独占的販売店とかを設けている場合は、その他の独占的販売店との契約に反する恐れもある。ということもあって、やはり地域外販売禁止を定める必要も出てきます。特にまあ最低購入義務を地域外販売で達成する意味がないので、ここら辺もちょっと、やっぱり地域外販売を制限する必要があるんじゃないかと思います。まあ、これがちょっと例ですけども、While this agreement is in effect, 契約が有効な間は、supplier shall not sell product to any person other than distributor in territory という形で、まあ、供給者の方は、その地域外で販売店以外の誰にも製品を売りませんということが書いています。What to the person other than distributor, which supplier has reason to believe will sell product in territory という形で、地域外でその製品を売ると、まあ、サプライヤーが信じる理由がある人にも売りませんということも書いてます。これはサプライヤーの実力者なんですけども、他方でリーエクスポーテーションというか、再輸出という形でディストリビューターの義務として、ディストリビューターシャルセルプロダクツオンリーインテリトリーと。ディストリビューターは製品をまあテリトリーで地域でしか売りません。で、のみ売りますと。And shall not directly or indirectly resell or re-export product to any place or country outside territory で、地域外の地域で、まあ、製品を間接、直接にも再販売とか再輸出しないと。それから、nor shall resell product to any person, firm or corporation in territory who distributor knows or has reason to believe intent to resell or re-export product outside territory という形で、地域外にまあ製品をまあ再販売とか再輸出すると、まあ、販売店がまあ知ってるとか、まあ、信じる理由があるような地域にいる人にも売らないということが規定されている。まあ、これ、日本語訳をきれいに書けばこういう形となります。まあ、こういう形のやっぱり情報が必要なんじゃないかと思っております。それからですね、最低購入義務についてお話したいと思います。独占販売権を与えた場合ですね、メーカー自らが販売したりすることができなくなるので、最低購入義務を定めることが多いです。で、最低購入義務違反の場合、独占権を喪失するだけのこともありますけれども、代理店保護法のある国の場合ですね、契約期間の解除の場合は通常認められるので、まあ、契約解除をするためには最低購入義務を定めて、それに違反した場合解除できるというのを明確にしておく方がいいんじゃないかと思っております。まあ、最低購入量の例としましては、ミニマムパーチェスという形で、During each period commencing on July 1st and ending on June 30th of the next year という形で、7月1日が翌年の6月30日までの期間ですね。Distributor shall place orders and purchase from supplier minimum quantity of products という形で、製品を最低ですね、供給者から供給者に注文して買うと。で、ファーストコントラクトや最初のいくらいくら、セカンドコントラクトはいくら、サードコントラクトはいくらという形で書いていく形になっています。これは日本語でございます。で、販売店契約、代理店契約の準拠法の話ですけども、これもですね、
売買契約と同様ですね、CISG の適用の可能性がありますので、この適用の排除を検討する必要がございます。それから、準拠法につきまして、代理店方法が大事でございまして、日本の場合はですね、明確的な代理店方法がなくてですね、継続的契約の方に過ぎませんけども、ヨーロッパの場合は、1986年、国立商業代理店に関する EU 加盟国間の法律の調整に関する理事会指令という形がございますので、各国で代理店保護法ができております。で、これは販売店契約も保護する法律もあれば、販売店契約は保護は明確にはしてないんだけども、販売店契約や類似適用している判例がある国もありますので、注意が必要でございます。その他、中東諸国等にはそういった規定がございます。で、このような規定はですね、そもそも強行放棄なのか否かとか、どのような場合に適用されるのかというのを検討しておく必要があると思います。で、紛争解決条項につきましては、代理店方法によりますと、その国の裁判所による解決しか認められてない、その国の仲裁もありますけれども、解決しか認められてない場合もあるんですけれども、このような場合に、日本で仲裁条項を書くのはどうかということもあるんですけれども、日本で執行とか承認を防止するためであれば、そういった仲裁条項を規定することも意味があるのかなというふうに考えております。続きまして、簡単にですね、仲裁法等の改正の話をします。日本におきましては、ADR 促進のための法制化がされておりまして、去年の4月21日には、先ほどちょっと言いましたけども、国際仲裁、もう、はい、2006年版に準拠した仲裁法の改正がされまして、シンガポール条約実施法が制定されまして、ADR 法が改正されております。それから、6月9日にはシンガポール条約締結が国会承認されて、実際10月10日にシンガポール加入者が来たされまして、シンガポール条約が4月1日に効力発生し、シンガポール条約実施法も施行されまして、改正 ADR 法も、改正仲裁法も施行されます。で、改正仲裁法はですね、暫定保全措置と暫定保全措置命令の執行と、仲裁合意と仲裁関係事件について規定しているわけですけれども、暫定保全措置は、現行仲裁法も仲裁定による暫定措置、保全措置というのがあったんですけども、これを、暫定保全措置の類型とか発令要件を規定しました。だから、しかしながら、このあたりは、ちょっと簡単に飛ばしますけれども、それから暫定保存に沈める担保も、申し立てに対しても命ずることができることを改正しています。で、その他、暫定保全措置命令の取り消しとかですね、事情変更の場合の開示命令とかですね、それから暫定保全措置命令、損害賠償命令とかも規定されているんですけども、これらの規定は、仲裁中が日本国内にある場合しか適用されませんで、仲裁中が外国にある場合は、当該外国が適用されますので、その仲裁地が模範法に準拠しているか否かを調べる必要がございます。それからですね、この仲裁法、別段の合意が基本的に優先しますので、別段の行為の当事者が合意した仲裁に適用される規則が適用されますから、例えば JCA の商事仲裁規則に合意した場合は、5章の仲裁定、または緊急仲裁による保全措置命令ですね、71条か79条の方が優先的に適用されます。で、これはむしろこっちからの話は第一かもしれませんけども、暫定保全措置につきましては、予防回復型の暫定保全措置命令と、禁止型の暫定保全措置命令っていうのがあって、それぞれ手続き違いますけども、日本でこれは執行することができるようになりました。これは仲裁地が日本国内にあるかどうかは問いませんので、外国のこういった仲裁地の暫定保全措置が日本で執行される形となっております。あと、管轄につきましてはですね、東京裁判所と大阪地方裁判所の管轄を共同管轄にしております。でもこれはですね、特にちょっと飛ばしますけども、仲裁判断の執行決定とか、先ほどの暫定保全措置命令の執行等認可決定を求める申し立てするときに、外国語に作成されている文書の日本語による翻訳文提出を省略することができることと、対応する形となっています。
で、あと、仲裁合意につきましても、ちょっと幅広くなったんですけども、これも適用地が日本国内にある場合だけですから、外国にある場合には当該外国法が適用されるので、模範法に準拠しているかどうかがやっぱり大事だろうと思いますし、ニューヨーク条約上認められる仲裁合意が限定されているので、やはりその仲裁合意する場合、きっちりと皆さん書面に合意される方がいいのではないかと私は思っております。で、先ほどの場合、仲裁関係事件が東京地裁と大阪地裁にも競合が重なって、翻訳文の提出が省略される形となります。それから先ほどちょっと言いましたけども、和解合意、調停ですね、につきましても執行できるシンガポール条約につきまして、まあ、和解合意の2以上の当事者が異なる国に営業を所有することとか、和解合意の当事者が営業を所有する国が次のいずれかの国に異なることという形で、和解合意に基づく義務の実質的な履行、義務が履行される国とか、和解合意の対象である履行と最も密接な関係をする国が異なる場合には、こういったシンガポール条約が執行されます。これはですね、シンガポール条約加盟国少ないんですけども、非加盟国の企業でも加盟国では承認執行できます。あと、まあ、留保宣言があって、A の宣言は、まあ、国営企業とかにして適用しないという話ですし、B は日本も合意したんですけども、和解合意の当事者が条約の適用に合意した限度においてのみ条約を適用する、オプトイン留保っていうのができますので、で、日本はこのオプトイン留保しましたから、シンガポール条約実施法を、これちょっと、シンガポール条約よりは広くなってるんですけども、オプトイン留保をした場合に適用するとしております。一応、以上で説明を終わらさせていただきます。